ロンドン中心部では14日に始まったエリザベス女王への一般弔問に訪れる人の波が17日になっても途切れません。イギリス政府は待ち時間が少なくとも14時間に及ぶとし、一時的に行列に並ぶことを制限しましたが、長い行列は途切れることなく、現地17日の朝も続いています。また、サッカーの元イングランド代表デイビッド・ベッカムさんも16日、他の市民とともにおよそ13時間行列に並んだということです。Everyone feels the same, and that's why we all queued up today because I think it's the right thing to do, and it's us paying respect to our Queen. こうした中、国葬に参列されるため、天皇皇后両陛下が今日羽田空港から出発しました。両陛下は現地19日の午前11時からロンドンのウェストミンスター寺院で行われる国葬に参列されます。